釣れた感じのイメージとしてはリップラップのが張り出してるこぼれ石にバスがついている感じで少し増水してシャローにバスが入ってる感じしていましたね。でそれをこうリップラップのこぼれ石にこう浮いているバスを取るためにブレードをチューニングしたブレードとラバーでトレーラーのこう調整でチューニングしたフラチャットで千鳥幅を大きくした千鳥やすい感じに作ったそのフラチャットでリアクション気味に口使わせで釣った感じです。ながら縮らせて釣りました。 HBA トーナメントで年間を取るきっかけとなったのがこのフラチャットです。このフラチャットなんですけど私はノーマルのチューニングしていないモデルと自分がチューニングしたタイプの2種類を使っています。チューニングのポイントとしてはまずフラバムのトレーラーの刺し方なんですけど反るように刺します。それとラバーは短くカットします。それと一番のポイントはブレードをスナップ側に沿わせることです。チューニングすることによりブレードにより水をつかむようになりストレートリトリーブでもイレギュラーに動くようになります。それがバスの口を使うタイミングにはなります。いろんなチャターベイトの中でフラチャットは一番弱い部類になります。そのフラチャットをチューニング次第でより強くすることもできる。
それがどんな状況でも釣れる状況を作れることになります。そのフラチャットを最も強く泳がせるにはこのトレーラーなしのフラチャットになります。次に少しタイトに泳がせたいときは 6.5 インチのシルピンの頭を2節切ったものをこんな感じでセットします。でより弱くタイトに動かすにはプラバグの手をカットしたものをこんな感じでセットします。この3つとノーマルチャッターを使ってマッティーウォーターシャローの攻略をすることができます。バグ速度変えたりすれば自分の中ではこう釣れない感じで、多分一定の速度で前で来た距離に対して5メートル投げれば本当に2回3回多くて3回とか千鳥感じのセッティングにしてますね。あまり暴れでも今度変にこう違和感を与えられる感じになっちゃうんで、ごく自然にノリーズのそのフラチャットの動きの良さを生かした千鳥セッティング、それが一番ベストですね。今はとにかくスローに巻いて下の石に当ててリアクションで釣りました。今回3本取ったのは全部フラチャットの自分でチューニングしたタイプのフラチャットです。皆さんもぜひ自分なりのチューニングを見つけてトライしてください。